皆さんこんにちは。 X ジャパンでおなじみのハイドさん。ハイドの弟が暴露した本当の死因や今まで隠されてきた理由について紹介します。まずはハイドさんの経歴とプロフィールから紹介します。ハイドは日本のミュージシャン、ギタリスト、歌手、プロデューサーです。神奈川県横須賀市出身。1987年から1997年まで XJAPAN のギタリストとしてハイド名義で活動しました。2007年の XJAPAN 活動再開以降も正式メンバーとして在籍しました。1989年にはアルバムブルーブラッドで X のメンバーとしてメジャーデビューを果たしました。3愛称はヒデさん、ヒデくん、ヒデちゃん。血液型は AB 型です。1993年よりハイド名義でソロ活動を開始し、3、1996年にはレコードレーベル LEM 音頭を設立しました。1997年の X ジャパン解散後はハイドウィズスプレッドビーバーおよびジルチでの活動を開始しましたが、1998年5月2日に急逝しました。当時のニュースでは自と報道されましたが、命を大切にしていたハイドが自するはずがないというファンの声が多く寄せられており、その死因は未だに謎に包まれています。ハイドさんは1998年5月2日午前8時52分に死亡が確認されました。発見者は同居していた婚約者でありスタイリストでもあった高橋めぐみ美さんです。彼女は現在東京モード学園の講師を務めています。婚約者はハイドさんの死因についてはコメントしておらず、発見者としてだけ知られています。ハイドさんはアパートの寝室でドアノブにタオルをかけて首を吊った状態で発見され、呼吸と心肺が停止していました。病院に運ばれましたが午前8時52分に死亡が確認されました。ハイドさんの死因はドアノブにタオルをかけていたことから自と見られていますが、X ジャパンのメンバーや彼をよく知るファンたちは自するような人ではないとコメントしています。報道や情報によるとハイドさんは遺書を残しておらず、自ではなく事故であったという意見が多く寄せられています。ハイドさんは難病の少女と交流し、命の大切さを伝えるために様々なボランティア活動を行っていたため自とは考えにくいという声もあります。彼の死の真相は今もなお謎に包まれています。当時自を思い詰めたファンも多く、この報道や告別式の生中継をリアルタイムで見た人も多いのではないでしょうか。1998年5月5日に密葬が行われ、6日に通夜、7日に告別式が行われました。自してまでハイドさんを追いかけたファンについて彼はどう思っていたのでしょうか。ハイドさんの死因の真相は依然として不明ですが、X ジャパンのメンバーや親しいファンたちは当時から事故死ではないかと言われています。ハイドさんは和食好きで健康体として知られていましたが、大酒飲みとしても知られていました。普段はあまり飲まない一方、飲む時はとことん飲むため死因が事故によるアルコール中毒死である可能性が高いとされています。たとえ酒を飲んでいたとしてもその死は自ではなく事故であったと考えられます。次に噂されているのはハイドさんの死因が肩こりの牽引治療による事故死だという説です。ハイドさんは昔から肩こりに悩まされており、実際にタオルを使った肩こり治療をしていたというコメントもあります。ハイドさんの死については様々な噂が存在しますが、過激なパフォーマンスを行っていたことからパフォーマンス中の事故死とも言われています。しかし調査の結果、首吊りというキーワードが見つからなかったため、この噂は誤りだと考えられます。本当の死因は自ではなく事故死だとされており、死因はベッドでの嘔吐による窒息死とされています。確かに亡くなった当日は酔っていたようで、いくつかの不運が重なった可能性があります。ネット上では嘔吐による窒息死という説も取り沙汰されていますが、当時は自説が支持されず、この説の信憑性も高かったようです。しかし嘔吐による窒息死という事故も事実ではないと考えられます。ご紹介してきたようにハイドさんの死因はアルコールや肩こりの牽引治療、寝起きの嘔吐による事故死とされています。そもそも彼の死因が自であるということは、
公的には広まっていませんが、X ジャパンのメンバーや親しいファンたちは口を揃えて、字ではなく事故だとコメントしています。字の理由として噂されている一つに、ハイドさんと杉戸さんや吉木さんとの喧嘩が挙げられています。ハイドさんが亡くなる前日、バンドメンバーで飲み会をしており、その際に吉木といるだけで売れる、お前がいなければ俺はもっと売れていたという発言があったとされています。また兄弟との関係が字の原因だとも言われており、パーティーの終わりに弟でマネージャーの松本浩司さんが自宅マンションまで送り届けた際に喧嘩をし、その後弟に怒鳴ってしまったそうです。ハイドさんはその1時間後に首吊り状態で発見されたため、字の理由としては杉戸さんとの喧嘩や弟との関係が影響しているとされています。ハイドさんの死に関して、字や事故の証拠、そして彼がカリスマとして今もみんなの心に生き続ける理由についてまとめました。続いて婚約者と隠し子について深く釣りしていきます。ハイドさんが亡くなった際、自宅マンションの寝室でドアノブにかけたタオルで首を吊った状態で発見されました。この状態を発見したのは同居していた婚約者だと報道されていましたが、実際には正式に婚約していなかったようです。ハイドさんに彼女がいたとしても不思議ではありませんが、その女性がどのような方だったのかは気になるところです。彼女の名前は高橋めぐみびさんと言われていますが、顔写真や詳細についても関心が寄せられています。 X ジャパン時代には女性とのツーショット写真がフライデーに撮られたこともあるようです。 X ジャパンのメンバーには生活感があまり見られなかったため、このような情報は注目を集めました。高橋めぐみびさんはハイドさんのスタイリングやコスチュームを手掛けており、彼に最も信頼されていた女性だったと考えられています。彼女とは結婚するのではないかとも言われていましたが、正式には婚約していなかったことが明らかになっています。ハイドさんは亡くなる直前のテレビ番組ロケットパンチで、彼女がいますと堂々と交際宣言をしていましたが、その相手が高橋めぐみびさんだったのかは明確ではありません。高橋めぐみびさんがハイドさんの婚約者だと言われていますが、正式な婚約者ではなかったことが分かっています。それでも彼女はハイドさんの死後、彼の遺体を丁寧に化粧する役割を担ったと言われており、そのプロ意識は高く評価されています。また高橋めぐみびさんはハイドさんが愛用していたコスチュームやギターなど数百点のアイテムを集めた永久保存版写真集ハイドクローゼットコレクションを監修しています。彼女はハイドさんの X ジャパン時代からソロ活動までのスタイリングやコスチュームデザインを手掛けていたため、まさにハイドさんのクローゼットとも言える存在です。そんな高橋めぐみびさんは現在もスタイリストとして活躍しており、グランロデオやアンジェロ、摩天楼オペラなどのビジュアル系バンドのスタイリストを務めています。また彼女はエレクトリックというお店を経営しており、その活動も続けています。ハイドさんと付き合う前、1995年頃にはミッシェルガンエレファントのメンバー阿部太さんと結婚していました。阿部さんもハイドさんと同じくギタリストで非常にカリスマ性のある人物でした。しかし阿部さんは2009年7月22日に42歳の若さで亡くなっています。死因は急性硬膜外出血で、頭に強い衝撃を受けたことが原因でした。阿部さんの死因も詳しくは不明で、高橋めぐみびさんは最愛の人を2人も失うという非常に辛い経験をしています。またハイドさんには結婚や子供がいるとの情報もありましたが、実際には結婚しておらず、お子さんもいなかったようです。今回の記事を通してハイドさんの婚約者の噂が正式なものではなかったこと、また隠し子疑惑が全くのガセネタであることが分かりました。ハイドさんの優しい人間性が垣間見えますね。ハイドさんの死因が明らかになる時が来るのか、今後も真実を探っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。